バイリンガルウェブマガジンディッグ東京、カズーことジーカズオペニャです。2019年6月3日の今週のお知らせです。今週は新しいコラム2本と英語力がどんどんつく学習法の動画も公開しました。まずは僕が出演中の英語語学番組世界発信 SNS 英語術の最新回で取り上げたテーマ #DearMe10YearsAgo についてのコラムです。2本目はドキュメンタリー映画ニューヨーク公共図書館エクスリブリスのインタビューについて振り返ってみました。最後はディッグ東京のコラムの英語テキストを朗読した動画コンテンツ英語力がどんどんつく学習法の動画も新しく公開しました。以上、6月3日の今週のお知らせでした。良い週間を。www.digtokyo.jp